ハロプロ反応集へようこそ。今回は川のソアラって髪をアップにしてるとめっちゃ可愛いなに対するみんなの反応集です。ソースは昨日のハロドリ。あら可愛い。あら可愛いな。アップフロントが大好きな三井系の顔、これぞハロプロ顔って言ってもいいくらいこれ系の顔は入れてくるよな。熾烈強制終わったのか。ハロドリ見ると終わってない。帰ってきたユーカリン。ハルさんと同い年。ソアラには時間がない。2006年10月6日生まれだから新興さん、井上春、西崎、平山、北原、江端の代なのね。確かに時間ないな。遅いデビューもありなのでは。19歳からデビューでも全然いい。見た目だけならデビュー最有力だと思うが、何に温存してるんだ。ワクワキ待ち、素行調査、すぐ辞めないか、スキル強化、この辺の理由かな。福岡枠でキープしてるけど枠が開かないので。静岡かぶりが OK なんだから福岡遠慮なく入れようや。高齢加入で気づいたら鬼美人とか石山を思い出す素材がいいのはもちろん分かってはいたけどさ。河野新興さん、牧野新中さん、林新中一、意外と離れてるんだな。年上で頑張ってるから配属先は一番年少で甘やかしてあげたいけど、どこ入れてもそら愛より年下が存在してるか。ビヨなら一番下だぞ。いっちゃんの補充で CHICA シャープ地下鉄に入れよう。なんか丸顔の湯羽根だな、ソアラは。金沢に似てるっていうのはわかるけど、湯羽根に似てるっていうのはわからん。目も鼻も全然似てない。言われてみれば金沢に似てるな。そろそろ本人からマネに研修生を辞めますって言わないといけない時期だな。外見以外がね。結構やれてると思うけどな。落ちサビとかみんなに取られちゃってるけど、歌えてるし踊れてもいるよ。県ユニレベルにはある。声が可愛いのと美脚。首長い子好きよ。新しいエース候補が出てきたか。どこに入るか気になる。時間がないけど入れると来ないなら今年デビュー予定の県ユニに入れるんじゃないか。25歳までやるなら7年もあるのに時間がないとは。そういや研修生の九州面ってこの子が初めてか。県ユニか三村玲奈ちゃん、鹿児島県出身。笑って目が線になってる時が尾形だな。もちろん可愛いという意味で。笑ったら目が線になる子大好き。これは可愛い。ソアラ可愛い。20歳なら時間がないってわかるけど、18歳はまだ余裕で時間ある。20歳デビューでも全然いいと思うけどな。ただソアラが辞めてしまわないか不安になる。デビューすら決まってないのにのんきなことを。高校卒業後ようやく昇格切符得た桜千の霊もあるから未だ諦めるの早い。昇格即写真集もあるな。よく研修生に来てくれましただな。乃木新規オーディションに応募したら受かりそうなくらいの容姿と背丈なのに。そら愛と福岡で一緒に活動してた子は日向坂に受かった。ゲッターの後輩として加入するがが浮かばない。娘には加入しないのかな。マサナを娘加入は想像できない。ハルさんは何の指導もしなそう。てか井上由美下駄と大手同期だからな。娘だとやりにくいのは確か。赤字しか行くところがない。まあアンジュは福岡枠欲しいかもしれない。この子は良くも悪くもアンジュースどっちかに入ってモブ化するタイプ。スタイルとかを金沢寺からしてジュースしかないよ。ソアラちゃんてっきり椿になるもんだと。椿は大手合格しか入らなかったからな。俺もソアラは椿とてっきりな。河野椿説はいまいちしっくりこなかったからな。エース福田が福岡担当も兼務、平均年齢を下げるのが急務だったのに、河野を入れてもそんな下がらない。予風より年上だしな。椿かなと思ってたけど新面入って可能性は消えた。アンジュ河野説。バランス的にアンジュだよな。お茶の馬もあるのか。絵が見えるのはアンジュだわね。ソアラは娘たん推しだろ。娘以外なら辞めるのでは。ソアラは娘に入るタイプじゃないと思うけど、あり得るとすればニーナとセット。娘に入れるなら林だろ。ニーナから娘、トアからアンジュ、ソアラからジュース。それこそトアソアラ二人でアンジュかな。娘はなさそう。トアちゃんデビューできるかね。いくら基本的にみんなデビューさせたいっつっても、今はすげえスキル伸びたから間違いなくできるよ。入ってきた時はなんで合格したんレベルだったけどね。ソアラちゃん好きです。
お願いだからデビューしないままやめないでね。ソアラちゃんがどこのグループに入っても応援するから。これ欲しいか？欲しい。俺はこの手の顔好きや。すっかり女性らしくてドキってなったわ。江口っぽい。くっそ美人だな。福岡ってか沖縄顔だよな。ルーツそっちなんじゃねえか？娘に来いよ。もうジュースでデビューしようよ。西口くん発表しろ。地元の高校卒業まで塩漬けかもよ。ビオに入れるなら3人まとめてにしてほしい。米村キララとのツーショットは強かった。ビオも合いそうだけど、ビオはこのままでいてほしいという願いもある。実際加入するとマッチするのかもだけど。戦えるな。研修生入りたての頃と比べると表情が柔らかくなったな。華やかで坂道系のルックスの子だなぁと思ってたわ。ハロプロっぽいとは思わなかった。悪い意味じゃなくね。めちゃくちゃ可愛いな。スタイルもいいしスキルも悪くない。どこからデビューするのかな。もう完成されかけてて、デビューして歌もダンスも磨きがかかると思うと楽しみでしかない。早くデビューさせてあげて。ハロドリで久々に見たらもう出来上がってるよね。いつでもアンジュトーニュってところかな。リカ子が卒業した後加入しそうな予感。それはありえそうだな。研修生グループに追加加入もありえるかなと思ったけど。この3人の桜チラリめっちゃ良かった。可愛い。この3人はそれぞれ違うグループになってもたまに3人で集まってほしいな。ソアラちゃんは早急にデビューすべき。ビジュアルデビューしたらもっと注目浴びそうな予感がする。今でも可愛いって声よく聞くんだもん。おしゃれな顔立ちしてる。スキルをクリアできるならジュースに欲しい。この子だったらどこでも欲しいでしょ。美人を際立たせてる。大きな目を糸目にして笑う顔が可愛すぎるんだよな。この完成度よ。さっさとデビューさせましょうよ、事務所さん。ソアラちゃん逸材しかないやろ。可愛すぎる。川のソアラちゃん、ユハネちゃんミアル可愛い。アンジュルムはかっこいい路線だけど、可愛い子がかっこいい衣装着てかっこいいダンスしてるのがいいんだ。ビジュアルが研修生では群を抜いてたね。完成度が高すぎ。モーニングに欲しいって思うけど、ゲッターとハルさんに指導されてるソアラちゃん想像はできないんだよな。スタイルがいいとダンスがやっぱり映えるな。ジュースかアンジュだわ。福岡の学校通ってるだろうし、卒業したらどこかに加入だろうと思う。そう思うとこのミヒトのパフォーマンス見れなくなるの寂しくなるな。川のソアラちゃんの開演前一言、ガチガチで可愛かった。早く見継がせてくれよ。来年の春まで抑えよ。もう仕上がってる感があるな。どのグループにでも入れそう。今回の動画は以上です。良ければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。